フリージャンソーの経験が豊富な人が羨ましいという話です。ジャンソー常連というか、まあ経験豊富というか、私は結構麻雀は売ってたものの、まあ知り合いとか、先輩のなんか友達とか、仕事先のなんたらとか、友達の友達の先輩とか、まあ、 結構、初対面ばっかりではあるんですがまあどこかに集まって手積みでやるとジャンスソーに行って4人で行ってセットで打つみたいなそういうのではなくてまあどこかに集まって知らない人同士で打つまああんまりこうクリーンなイメージがちょっと持てないし実際クリーンでもなかったんで。 まあむしろ知らない人同士で集まってジャンソー行くの方が安心感ありますねそこでトラブル起きないんでジャンソーなので知らない場所でとかどっかの部屋でとか何買っても返してもらえない可能性あるんでよく考えるとあんまりあんまりマージャンのイメージがダメになるんでしゃべんない方が いいかもしれませんが、麻雀売ってたけど、雀荘ではあんまり売ってなかった。プラスこの YouTube やる前から、フリーで雀荘にかなりの頻度で行ってた。とは言えない人です。皆さんの中には、普通に、いや、ゲーセン行く感覚で、 まあ週に1回行ってるよとかお店の人と仲いいんで顔出してるよとかいや雀荘なんて月に10回以上行くでしょう普通に行ってるよコンビニ行ってる感覚で行くよみたいな人もいると思います雀荘じゃないとやっぱり分かんないことっていうのが今になって考えると 動画を作る動画のアイディアマージャンを通してマージャン知らない人にいろんな体験を話すとかそういう目線で、まあ、YouTube ありきの目線で見ると私がめちゃめちゃ雀荘の常連クラスの経験豊富であれば雀荘パートもっとはいろんなアイディアが自然と思いつくんですけど まあまあもっとジャンスを常連だったらよかったなただ今になって思うとそうですんで当時は別に何も不便してなかったしむしろ場代かかんないだけラッキーとかあとは今ほど 雀荘自体にクリーンなイメージ今,今でもないかもしれませんが昔はさらにないんでまあウーピン切っちゃったからしょうがないかこのウーピン切ってなければペンチゃン嫌ってスッチーピン取りたかったんですがかといって YouTube 今やってますとまあ アアイデだだっったたりりトピックだったりこういいろろ考えます YouTube のために行きたくもないけどジャンソーフリージャンソー行ってみたいなこれはちょっと違うと思いますねジャンソーっていうのは麻雀打ちたくて遊びたくて麻雀したくて行く場所なんでいや別に行きたくもないけれど時間と手間とお金かけてネタを探すために通いまくるみたいなちょっとそれはさすがにやりたくないですね単純にうわピンズめっちゃめちゃ恨めってる まあこう裏目ってるときはなんか打ってる最中気分あんまよくないんで、まあ、リーチきたら降りるしまあ振り込まなきゃいいかなみたいなそんな感覚になりがちですこう裏目った裏目った裏目ったでさらになんか振り込むと泣きっ面にハチでガンガンガンと下がるんであら、まあ、こういうこともあるんで 面白いですね。四百、七百。二、二、八と。つもに、カ <coughs> ンちゃんに。一のあんこ8、八。四十分。いいは以前。フリージャンソーの常連の。あ、ごめんなさい、えっ、ー、と。ジャンソーの。 生産の仕方は異常みたいなとりあえずジャンソーの生産の仕方めちゃめちゃ早いやついるみたいなそんな話をなんかどこかでやった記憶がありますがこれはちゃんた系ですねぱっと見ちゃんた系なんで空振りホームランの理論でロワンを1打目に切ろうって言おうと思ったらドラが老眼になってしまうそうすると一応ドラを使って ちゃんたの方空振りホームランはちょっとやめようかなとドラがバンじゃなければもう1打目に叩きたいレベルまあフリージャンソーの生産の仕方は以上なんていう動画を出したんですがああいうのもジャンソーいかないとまずそのアイデアトピック動画のネタ すら思いつかないわけでもっと雀荘経験が豊富だとまあ本当に数えきれないぐらいトピックテーマ雀荘あるあるとかいっぱい出てくると思いますまあぜ私も全然行ったことありませんよじゃないんで出ますけど まあでもそこまで考えたら、その YouTube をやるなんてその当時考えてないんで、YouTube のためにチャンスをいこうって、それはちょっと違うと思いますんで、五六七もっと経験が豊富だったらよかったなぁと。 じゃあ今から行きまくりますかとチャンスを通いまくりますかって言ったら別にしないですけど、まあ、そう思ったという話ですこれはウーワン引いてくるとラッキーとゴロチとあとは場の状況によってはもう吐白,白からだったら白ドラ1で2000点で2面待ち 全然いいいと思います。面前にこだわる必要は特にないですただこのウーパーソウから地位白待ちこういうのはちょっといただけないかなとまあ桂点を取りに行くとか何か理由があればいいですけどまああとは このぐらいの順目だともう経点取りに U ピンからポンとかそういうのもありっちゃありです役なし難しいな数ピンとチーピンどっち安全ですか今 E ピン通りました数ピンの方がこの場合安全に見えそうです まあまあもっと言うとフリージャンソンの経験が豊富もっと言うとジャンソー勤務が豊富ジャンソー勤務経験が豊富プロ所属の経験が豊富まあこうどんどん出てくるので全部を満たすっていうのはまあ無理なんで全部を満たせばそのそれぞれのジャンルでいろんな。 アイデアが思いつくですがまあそれは理想論ですねこれはマンズの染め手っぽいですねマンズ以外の部分が結構端っこばっかりでクソなんで、まあ、キューピンと言いそうから、まあ、実際このてきたらキューピンか言いそうからかなと ースを引いてくるローピン引いてくるみたいなツもしちゃったらマンズキャンセルありますがこの手別に大きく伸びないと思うんであの本一をのの逃しちゃうと本一を諦めちゃうと上がりたい手にはならないと思うんで。 まあ空振りホームランでちょうどいいかなとまあちょっと苦し紛れに本一に見えないような本一に見えないようにピン付けに見せてる感はありますがまあ一直線でいいでしょうチートイツいらん たマージャン的にこうマンズみたいな一直線で狙っちゃうと説明するものがないですねマンズ引かないとまず一点結構「リャンシャンテン」「サンシャンテン」ぱと見分かんないといいシャンテンは分かると思いますが「リャンシャンテン」「サンシャンテン」「四シャンテン」これは別に分かんなくてもいいと思いますね。 パッと見、一瞬で3シャンテンか4シャンテンか判断できる。この力って必要ないと思います。全く役にも立たないし、なんか前コメントで、ちょっとわかまだわかんないみたいな、いただいたんですが、わかんなくていいと思いますね。い、e、いシャンテンはわかれば。または、リアンシャンテンくらいまではちょっと感覚で間違ってもいいんで、あ、リアンシャンテンっぽいなくらいの。 レベルであればもう問題ななないいんじゃないかなと一瞬で3シャンテン4シャンテン5シャンテン判別しないといけないそんな機会はなんかプロのプそのプロ団体のその試験プロテスト でのプロテストの試験のために勉強これはまあ,あるかもしれませんけど実際プロの人も分かんないと思いますね分かんないというよりあまとそんなに違いはないと思います私とか皆さんとかよりは多少日頃から なんかやってる、研究してるか勉強してるか分かりませんがやってるんでよりは早いかもしれませんけどそんなに普通にでってる人とと変わらないと思い思ま,まあただプロになると解説で説明するっていう仕事もあるのでそのためには必要っちゃ必要ですね。 ただ一般の人にはそんな解説する機会がないのでなんだこれ、まあ、2指しを遠くに見てローワンジャンとの2指しとかまあンピン切りでもいいしローワン切りでもいいしローピン切ってもいいしまあちょっと私は逆に2指しっていう逆に釣られて売ってますが逆にそんなこだわりないとか 逆よりまずテンパイとかそういう自分人それぞれのスタイルでおおすごいこれ単用もつくんで3番引いてきたら数相頼みのリーチもあり,っちゃあり,ありかなと3色だけじゃなくて。 二層引いてきたらダマかなぁと引かないですね引いたまあこの順目なんでフリテンリーチなんてありえないなツモただツモのみ三本五本二二四と 28違反まあそんなあの、まあ、理想論に近いんで難しいんですがまあ雀荘経験が豊富だったら今こういう動画を作るネタをアイデアをトピックを考える立場になってみるとああ雀荘経験がめちゃ豊富だったら今思いつかない経験良くも悪くもいろんな経験するんで良かったなと。 まあそれを言っちゃうとでもジャンソーで働いてればプロ団体に入ってればみたいない々出てくるんで、まあ、ちょっと理想のなので現実的ではないなと思いました。どううもありがとうございましたビーチ